じゃんけん。ポンちゃん、ポンちゃん、いただきものです。これだからこっち見てよ。袋です、袋です。そして、おー、やった、ベリー系だね。何のベリーだろう。さくらんぼではないね。なんだ、リンゴンベリージャム。あ、リンゴンベリーって聞いたことあるね。うん、なんかリンゴン、リンゴンのリンゴンだね。あ、スウェーデンで。へえ、美味しそうだ。もしかしたらあれじゃないの、イケアのさ、うん、ね、あれにつけるジャム。おー、スウェーデンって書いてあるよ。ミートボール。はい、はい、美味しそうな、これはすぐにも食べたかったな。あとでおやつで食べよう。そして、でもこれ桜の緑茶、桜が入っている緑茶、生配信の時にこの話題はありましたね。美味しそうです、美味しそうです。ポンちゃんが興味津々です。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。そして、焼き菓子、スイートポテトパイ。はい、スイートポテトパイ、はい、3人分ちゃんといつもお母さんのと3人分いただきますどうも気を使ってくれてそうなんです、いつもありがとうございます。気を使っていただいてそしてポンちゃんそしてポンちゃん、はい、ソースミックス、セイボリーソースミックス、ハンガリー。難しい。あ、でもイケアって書いてある。スープ？ソースって書いてあるよ。ソース。何のソース？あ、ひょっとして。でもイケアだけど。ミートボールのソース？違う。でもハンガリーって書いてあるんだよね。でもイケアなんだよね。輸入元はね。はい。よく調べて、美味しく食べられるように。なんかね。これとこれを、うん、ってことはもうあれじゃん、イケアじゃん。セットでミートボールさえあればあれじゃん。違うかな。セットで使うものを後から送りますって書いてある、うん、だからモッツァレラしっとりせんべい、不思議なだまん。なだまんってあのなだまん、なんかなだまん監修老舗のね、あのお料理の、料理の鉄人の長間さんだよそして、これもおせんべいかな。うん、吹き寄せせんべい、揚げとか緑茶とか、あおさ、おこげ、のり、黒ごま、いろいろ入ってるみたい。美味しそうだね、パンちゃん。はい、パンちゃん、パンちゃん、はい、焼きとうもろこしだって。揚げせん、とうもろこしのおせんべい。なるほど。はい。なんかおやつがいっぱいで。はい。ポンちゃんチェックももう済みました。あ、しりしりね。あ、乗るんだ。はい、乗りました。ありがとう、ポンちゃん。乗ってくれてありがとう。どうもありがとうございます。仲良しでした。ちゃんくん、
ポンちゃん寝てん。うちの子は狩猟本能があまりないね。そういえば子供の頃に教えてなかったね、あんまり。いや、子供の時はうちにいなかったじゃん、君たち。大人になってから来たんだもんね。Oh, this is...